ストが膨らみがちなチャットツールの使用料金を抑える方法。本日はご参加いただきましてありがとうございます。本日のスピーカーをご紹介いたします。株式会社ぬりずみのムンさんです。よろしくお願いします。コストが膨らみがちなチャットツールの使用料金を抑える方法、何があるか、これから始めたいと思います。コロナでもう完全に在宅勤務が一緒化になってですね、じゃあこの時にビジネスチャットってどういう位置づけになっているかというと、普段はよく使われていた、LINE みたいなチャットツールがですね、仕事で移されて最近急成長しているそのサービスの一つです。会社といえばコミュニケーション以外にも共有する仕事がすごく多くなるので、チャットプラス他の共有機能がこう追加されてですね、いろいろ進化されている状況でございます。こういったいろんなサービスがですね、どういった特徴を持って、どういった価格体制を持っているかをこれから紹介したいと思います。まず簡単に、先ほど申し上げたそのいろんなチャットツールをちょっと比較してみるとですね、まず主にこのメインのこうトップの4社、あとそれはその高圧でやっているあと4社の特徴をちょっと簡単に見ていただくとですね、ここに書かれている内容、まず、各ホームページに書かれている内容をベースに弊社の方でまとめた内容です。ワウトーク、ダイレクト、インサークル、あと弊社のチャット用語、それぞれ特徴があります。各チャットの方を価格をちょっとまず比較してみようかなと思います。やはりスラックとかチャットワークの方が一番高価のサービスをちょっと提供しております。ワウトークとインサークルの方はですね、ユーザー駆動のいくらという形なんですけど、ダイレクトと弊社の方が月額いくら、あとは何人まで使っていいですよという、そういう体系をやってますので、一人ユーザーいくらという形じゃない提供をやり方をしております。ちょっと簡単に金額をですね、月額を、あと提供容量を見てですね、100ユーザー、1000ユーザー、2000ユーザーで金額をちょっと比べてみました。たまにしかちょっと会社のこう連絡とかもらってない人は、全部このぐらい金額で契約するのは難しいので、そういった場合には弊社が提案しているもう定額みたいにもう完全に5万円とか15万円決まっている金額で使ってほしいということですね。例えばこういうケースです。運送業とか建設製造業、あとイベント企画やってるところで、ほとんどの社員が同じ場所に集まってない、そういうところでの問い合わせが一番多いです。その時にはやはり月額預金より定額か重量か容量書きの方がいいかなと思います。会員がですね、出入りが激しくて、あと人が多くて予算が合わない、あとそうするんだったらもうちょっと自分だけのためのカスタマイズもしたいけど、もう採算が絶対合わないというところでは、こういった容量課金とカスタマイズで対応ができるじゃないかなというのが我々の提案ですね。今期の予算で何とかしたいという、そういうところでもちょっとオンプレミスという形でおすすめをしております。我々が必要で開発して使ってみて、ぜひ皆さんも使ってほしいなという気持ちでこのサービスを立ち上げました。ぜひご検討ください。今日はありがとうございました。